とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー周回ですね。やっていきましょう。とりあえず、10周かな、10周を目指して、やっていきたいと思います。今回も結構長いです。では、いいの出てきてください。これは夜の棒かな、魂、あ、夜の棒、よかった。あ、でも爆発か、ダメですね。絶叫は見た目かっこいいけど性能がダメなんだよね。あー、連載値か、3だったら使ってもよかったけどね。いまいちです。次は、お、物はいい。冬の指先は251しか持ってないので263欲しい。まず空腹の恐怖はどうだ。ソウルいらん。まあまあ、こっちはいらんね。テンペストはいらんね。下にはクールダウンショットがついてる。なんだ、テンポセット1ダメー。3回目、なんだこれ。なんだこれ。まあ、だがだがいらない。黄金ピグリーン、どうだ。雷フォーカス、もうダメ。次はどうだ。ダメだ。ソーブレードぐらいだ。ソーブレードぐらい、他はダメ。クリスさん、そうね、そうね、まあ、あの釣り竿を使わなければいいのかな。釣り竿だったらダイナモとか痛み、シナジーとかそういうのなんだけど、釣り竿を使わなければクリティカルありだね。うん、クリティカル雷とかか。あー、まあまあ使えそうではあるので取っとくか。うん、釣り竿じゃないソーブレードですね。5周目、やっぱりね、1日5周が限界です。もうやめよう。で、最後に結構いいのが来たかもしんない。シュルカー、あー、ドッグフォー3、まあ3だよ。3はいいね。で、ウィザーはどんな感じだい。ダメだダメだ、デバフだー、パルスはね。よし、不気味なゴーディアン、いいぞ。できればゴーディアンの方が欲しくはありますね。ドッグフォーン、違う、これじゃない。明日頑張ろう。はい、サブリュー、うん、悪くはないよ。でもオーバーチャージが下にあるんだよね。虚無もあるということはあんまり良くなさそう。クリーチダメ。ビザ後で見ましょう。ビーハイブは火炎フォーカスね。ソウルフォーカスがつきそうな気がする。毒か、いや、ダメかな。どうだ、これは全部いらないかな。こっちもこっちもダメ。月のダガーはまあ一応使えるか。使える、使える。じゃ、クリティカルで、共鳴つけて、あと一個火力、そうね。おい、打ちとかでいいのかな。まあ、雷がいいか。まあ、一応キープで。今回は、トルバぐらいか。まあ、ガントレット良くない。強子も、毒フォー、なんか毒フォーカス最近よく見るね。あ、でも大丈夫。こっちは毒フォーカスついてない。でも、稲妻と火炎が見えないところを見ると怪しいな。ソウルフォーカスか。トルバのソウルフォーカス、いや、あんまり意味ないか。うん、ソウルビルドとは、うん、関係ないね。関係ないな。次、それではあと2回にしましょう。あとラスト2回。まあ、スパイダーかな、いいのは。重力、霊気に、毒フォーカスつくなよ。霊気2か。
いや、霊気だったら3。霊気3だったら、まあ、まあ、使わないか。はい、では、ラスト、いってみましょう。最後、ダメだ。最後がダメ。鋭利にね。で、達人は虚無位置か。使えなくはないんだけど、もうすでにね、持ってる、達人はね。よろしくない。今タワーで狙ってるのは基本的には勇者と、ピンクスコーンドレルとあと冬の指先か、それぐらいかな。あ、まあ防具はあといくつか狙ってるのあるけど、とりあえずその3つがものすごい欲しいです。ただし出ない。イベント装備も欲しいけどね。はい、ということで今シーズンはもう周回はしないと思いますけども、来シーズンはちょっと短めであってほしいですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。